デカンスルターンアサの半トデカンスルターンアサは、インドのデカン地方に存在したイスラーム王朝の総称。アフマドナガル王国、ベラール王国、ビジャープル王国、ゴールコンダ王国、ビーダル王国の5つの王国を指したので、ムスリム王国とも呼ばれる。1489年、デカン地方を支配したバフマニーアサから3人の地方長官が独立。アフマドナガル王国、 ベラール王国、ビジャープル王国が成立した。1518年、テランガーナ地方の地方長官であった、スルターンクリーク・トゥブルムルクが独立、ゴールコンダ王国が建国された。1527年、バフマニー城の王朝が途絶えると、その最小が、首都ビーダルを中心にビーダル王国が成立した。ここに、バフマニー城は5つの王朝に分裂した。その後、 互いに争ったり、南方のビジャヤナガル王国に奔堂されることもあったが、1565年1月には、合国の連合軍は、ターリコータの戦いで、ビジャヤナガル王国を破り、その首都ビジャヤナガルを蹂躙した。しかし、その後は互いに争い、1574年には、アフマド・ナガル王国が、ベラール王国を滅ぼし、1619年には、 ビジャプル王国がビーダル王国を滅ぼした。また、北方のムガル帝国がデカン地方に進出し、1600年にはアフマドナガル王国の首都、アフマドナガルを占拠したばかりか、1633年には同国を滅ぼした。そして、1681年にアウラングゼーブの軍勢が退去なんか、デカン戦争が開始されると、1686年に、 ビジャープリ王国が1687年にはゴールコンダ王国がそれぞれ滅ぼされ、ご王国はすべて滅んだ。ありがとうございます。